にも弱いのが不思議なチーム。スウェーデン代表の6トップ、誰がワールドカップ優勝を阻めるのか。それはおそらく画像に映っていない残り5人の選手だ。真ん中の2人はワールドカップで 100% 絶大な活躍をするだろう。ナナシもおそらく先発するだろうね。エランザはインパクトのあるサブとして良い。北欧のトッテナムホットスター。ノルウェーと全く同じことが言える。彼らにはハーランドとウデボールしかいない。他にはそれほど優秀な人はいない。おそらくセルロートだけだろう。いやいや、ドルトムントのジュリアン・ライアーソン、ブレントフォードのアヤーがディフェンスにいて、そして RB ライプチヒのアントニオ・ヌサも忘れてはいけない。オスカー・ボブとストランドラーセンも追加で。もしノルウェーとスウェーデンが再び試合を組んだらどうなるだろう。イサク、ハーランド、ヌサ、ウーデボール、クルゼフスキ。セルロートはイサクより上、ボブはクルゼフスキより上。ズラタンですらスウェーデンは変化しなかった。では、エランザに何ができるんだ。ノルウェーはスウェーデンとの過去3回の対戦で2勝1引き分けです。だがスウェーデンは2018年のワールドカップでベスト8、前々回のユーロではベスト16とノルウェーより優れている。ディフェンスを見せなさい。